どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、皆さん、2019年の11月11日といえば皆さんご存知でしょうか。世界中でこれ今お祝いしていると思います。はい、ドーン、ガズレレの日でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。これはですね、3年前になるんでしょうかね。だから2017年の時にですね、もう勝手にガズレレの日に認定したんです。私が。ガズが勝手に認定しました。なんで11月11日かっていうと、1111でしょ。で、線が4本。4本といえば、ウクレレ!で、ウクレレの日っていうのはもうあるんですよ。もう別にね。じゃあもうガズレレの日。じゃないのってことに、勝手にこう制定しておるわけでございまして、なんと今夜、東京でイベントを開催いたしますが、ありがとうございます。チケットソールドアウト頂戴しております。大感謝です。今日参加される方楽しみましょう。ちょっと参加されない方ちょっと残念なんですけど、もう本当ご自宅でも仲間お友達仲間で集まってもいいんで、ちょっとウクレレワイワイ弾いて11月11日ガズレレの日お祝いしましょう。はい。で、2017年は京都で、そのね、もう、式典やったんですよ。制定式です。ガズレレの日制定式。で、去年は代官山で大イベントをやって、今年は、ですね、皆さんご存知のように、初めての平日開催なんです。平日の夜だから、ちょっと遠かなと思ってたんですけど、本当に大勢の方に今日イベントを参加させて、していただけて、本当に嬉しいなと思うんですけど、今夜はですね、実はちょっとだけ、ミニライブ、ガズのミニライブをちょっとやろうと思ってまして、なんとパーカッションがと一緒にセッションをしようと思うんですけど、そのパーカッションなんと私の奥様ハニーとやるんですよ。すごい、長年私も音楽活動してきましたけど、今回初めて奥さんのリズムでこうライブをやるということで、まあ実はうちの奥さんハニーなんですけど、もともとドラムをやってましたね、私出会う前からね。なんかドラムを叩いてるとこ見たことあるんですけど、一緒にこの演奏するっていうのは初めてなんで、これまた面白い体験になるかなと思って、ちょっと今日ミニライブをやろうと思うんですけど、今日来られない方のためにちょっとリハーサルの景色をですね、皆さんにちょっとだけシェアしたいと思います。こんな感じで今日やります。はい、どうぞ。演奏しながらとかね、一緒にやったり聞こえする音楽の楽しみをまたちょっと違う感じでやっていこうと思います。そういうわけで今夜出会える方は一緒に、全国全世界にいるガズレレやってる方、今日は心込めて1111ガズレレウクレレ弾いて歌っちゃいましょう。ありがとうございます。今日めでたいです。あとですね、もう一つ最新情報としてはガズさんのやってる サブチャンネルをやっているんです。やっぱり、ね、音楽って最高ですけど、やっぱそのどんな心持ちでやるかっていうのがすごい大事だと思います。そういうことにフォーカスして、トークばっかりのチャンネル、ガズトーク。こちらがですね、めでたくチャンネル登録の方1000人超えていただきまして、こちらのイベントの方もね、開催する予定になっておりますんで、まあよかったらこのガズトーク、ここにリンク貼っておきますんで、見てください。よろしくお願いします。ガズレレも去年のガズレレの日から、まあ1年経つわけですけど、この1年はまあすごかったですね。このウクレレのクラウドファンディングやったりとか、まあもうね、変わらず1000人ガズレレやったりとか、もうなんかすごい1年になりました。まあ、さて来年はどうなることやら。楽しみですね、皆さんよろしくお願いします。はい、ガズレレ.com ホームページの方もフォローしてください。よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。